あ、どうもカカチャンネルです。早速自作 PC をやっていきますね。やらせねえよ。今回はなんとあの商品。止まれやこら。もう？なんなの？いきなり自作 PC とかやると視聴者さんがびっくりするだろうが。大丈夫だ。たまにガジェットの動画もやるってチャンネル説明欄に書いてある。あ、さりげなく買いやがった。ということで早速作っていくよ。ということでこちらがケースです。今回はケースからやるのか。調べてみたらケースは8年使ってたからね。フロントパネルが古くて。前回は中身ほぼ全特化だったよな。今回は新しく自作する感じだね。この箱はなんだ？今回は秋葉原のつくもさんで部品をアドバイスを受けて一括で購入しました。それでまとめて発送してもらいました。ケースやそれ以外も結構重たいからな。一応 CPU とビデオカードだけ決めて購入してそれ以外に関してアドバイスを受けてます。もっと調べて購入しろよ。調べてもどうせ知識量で専門チャンネルに勝てないし、視聴者もそれを求めてないのはわかってるからね。なので頑張らないという方向で差別化を図ってます。思考が枯れたおっさんすぎる。こちらが今回の主食の一つです。せめてメインディッシュと言いなさい。大体こんな感じ。ライゼンで組むのか。インテルはアップルからも見放されてる状態なのでここは勝ち馬に乗ろうということです。お前今すぐシリコンバレー行ってインテルに土下座してこい。なんだこれ。なんか付属されてたつくも AMD のステッカー。どうやら AMD とつくもは裏でできてるようですね。つくも。他の特典も紹介します。何これ。タンブラーですね。これはなかなか良いのでは？なんか最近タンブラーとか水筒がプレゼントされることが多くてうちに4つぐらいあって困ってます。もっと感謝の心を持ちなさい。あとこれ。何これ。レジャーシートか。自作 PC 作る人にとって最も縁遠いアイテムだと思うんだが。失礼すぎるだろ。広げてみたらなんかエコバッグというか手提げ袋みたいなやつですね。でけえ。黒すぎて使える場所が限定されそうです。あとはなんか商品紹介とかの冊子がありました。妙に気合入ってますね。これはつくものキャラなのか？つくもはホロライブとコラボしてるらしくて、これは現在チャンネル登録者数90万人ほどおります、うさだぺこら様です。こういう人気 YouTuber になんないと案件って来ないんだな。うちみたいなゴミチャンネルと違って。ちなみに裏はジャンタマというゲームのキャラです。あの麻雀のゲームか。安西先生、麻雀がしたいです。そんなこと言われたら安西先生も張り倒すぞ。さあいつまでも茶番してないでさっさと組みますよ。お前がやらせたんだろうが。今回マザーボードはアスロックの X570 対1です。これを選んだ理由は？今回の CPU の場合、選べるのが2種類なんだけど、こっちの方がストレージの拡張性とか USB がたくさんあるところかな。コスパは悪いけどね。なんか変わったデザインだな。最近のパソコンは中を光らせることが前提になってるからね。マザーボードでもデザイン性が重視されるんよ。昔の無骨なマザーボードも嫌いじゃないんだけどな。それでここで一つ作業を行います。え、何するんだ。 CPU が新しいやつなのでマザーボードのアップデートが必要です。え、じゃあ一回古い CPU をつけて組む必要があるのか。ご安心してください奥さん。誰が奥さんじゃこら。なんとネットからファイルを落としてマザーボードに挿してボタンを押すだけでアップデートします。これなら猿でもできます。猿はできないぞ。具体的にやってみせてくれ。まず服を脱ぎます。人としてダウングレードしてるぞ。アスロックのホームページにアクセスします。対象のページから最新のアップデートファイルをダウンロードして規定のファイル名に変更します。これを FAT32 でフォーマットした USB メモリに入れれば準備 OK。そのメモリがこちらになります。3分クッキングのノリだな。CPU はなしでも大丈夫だけど電源は必要なのでこっちを先に紹介。シーソニック製 850W プラチナ認証の電源です。プラチナってなんだ？光り輝いてるのか？効率がいいやつの認証っぽい。CPU とビデオカードを言ったらこの電源を勧められました。ケーブルは着脱式です。全部つけっぱなしだったら邪魔くさいもんな。ケーブルはこんな感じ。ちなみに店員から他のものを使うなって言われました。保証が関係してるんだろうな。こんな感じで電源とマザーボードだけで構成しました。これで動くのが不思議な感じだ。お、光りましたね。ゲーミング PC ってなんで光るんだろうね。哲学かな？ USB を差しの。
ボタンナガオシドーン。お、光ってるな。ちなみにこれ失敗です。失敗かい。本来であれば点滅するんだけど点灯してるので失敗ですね。原因は USB を挿す場所でした。マニュアルをしっかり読め。もうちょっとわかりやすいマニュアルをお願いします。お次は皆さんお待ちかねの CPU。AMD Ryzen 5950X。日本で2020年11月6日に発売されたばかりの最新の CPU です。これ何がどうすごいんだ？昔と比べて細かくなったので性能が上がったのが一つ。あとはなんだ？昔はベンチマーク数字に重きを置いてたんだけど実際にゲームでやると微妙だったのよ。それが今回ゲーム上でも強くなったみたいです。名実ともに強くなったわけか。さらに今回は 950X という最上位機種にしました。どれだけのベンチマークの数字を叩き出すのかオラワクワクしてきたぞ。この最強の CPU に対して全員にマウントを取れるという優越感、早起きして並んだ甲斐があったってもんだ。何せ10万円したんだ。ここは申し訳ないがどやらせてもらうよ。へえすごいな。藤井聡太さんは50万円の CPU つけてるんだ。は？ CPU に50万？そうみたいだな。もしかしてスレッドリッパー？3990X という型番らしい。CPU は性能じゃない間。なんであんなギャグみたいなものを買ったんだよ。AMD さんに失礼だろうが、将棋ソフトの読みの性能を高めるために使ってるらしいな。私より立派な使い方をしてるな。今度最新機種が出たら積み直したいとも言ってるらしいな。自分への投資がすごいな。まあ一般的なものではないよな。なんか私の CPU がしょぼく見えてきた。ああ、うん、そんなことないぞ。もう少し本気で励ましてくれよ。とりあえず装着。無事にできたな。次はこいつ。メモリー、64GB も載せるのか？犯人は Chrome と Lightroom のせいです。ぶっちゃけメモリは違いがわからないので容量と保証で選んだ感じです。これは永久保証になってたもんな。でこんな感じになりました。まあこれは簡単だよな。ちなみに後で気づいたのですがこれ実は入ってなかったのです。これぐらいやってくれ。次はメインストレージ、M.2 の 1TB を入れます。M.2 ってなんだ？今まではケーブルで繋いで接続してたのがマザーボードに直接挿すから早いみたい。ゼロ距離アタックの方が強いということか。かつ今回は最新世代なので今までケーブル接続の10倍の速度を誇ります。何そのぶっ飛び方、そこまでスピードが必要なのか？それが人というものだよ。あ、ちなみに M.2 はここに刺します。刺す場所なくない？星型のネジで外すことができます。こんな感じで外れます。いやー、ひんむかれるー。お前のそういうところがこのチャンネルが伸びない原因だと思う。この裏はなんだ？ M.2 を冷却するなんか。なんかってなんだよ。では早速。これで蓋をして元に戻します。ちなみに M.2 は3枚までいけます。お前もこんな風に増設したいな。私が一番思ってます。お次は CPU クーラー。これはどういうのなんだ？簡易水冷でファンが大きいから比較的静かとのことでした。簡易水冷にしたんだ。空冷はでかいし、本格水冷は動画を見たけど実用性皆無でしょ。水冷の方が冷えるとは言うよな。今回の CPU は熱を持つので簡易水冷にしました。装着したらこんな感じになります。やっぱ簡易水冷はすっきりしてるな。このラジエーターを取り付けるのがくっそめんどくさいんですがね。ここでようやくケース登場。フラクタルデザインのディファイン7。ケースなんてどれも同じだろ？組んでてわかったけどこれめちゃくちゃ優秀。まず側面をワンタッチで開けられます。お手入れが簡単にできますね。ドライブをつけるところもオプションなので中がすごく広いです。なんという拡張性。天板も開けられる。作業しやすそうで主婦も大助かり。裏配線もやりやすく設計されてます。見た目もスッキリに仕上がりますね。マザーボードをつけるとこんな感じになります。そして天板装着して少々配線したものがこちらになります。あのウープ主でさえもこんなにできるとは驚きです。ところでさ、こんなにうまく解説できたんだから今後案件も来るよね。いいか。ラジエーターはここにつけてます。周りはファンだらけだな。電源はそこの位置で表からは見えないような仕様。見た目に配慮してるな。次
次にデータを入れる用のストレージ、ケースのこの位置に接続するよ。裏部分に接続するのか。ストレージは 4TB の SSD です。ここは SSD なのか。つけたらこんな感じになります。この位置にストレージをつけようと思ったやつぶっ飛んでるな。そういえばなんか忘れてるなぁ。ここに刺すやつがなくないか？あ、前に買ったビデオカード忘れてた。おい、今回購入したのは GIGABYTE の GeForce RTX 3080。先日発売されたばっかなんだけど性能が上がってコスパもかなり良くなってます。あまりの出来の良さから来る自信から自社の発表イベントでは究極のカウントダウンと言ってるからね。煽りすぎでは？値段は変わらないのにベンチマークで全世代より5割増しになってるからね。今までサボってたのではと疑いたくなるな。これで最強のグラボを搭載したパソコンにするんだ。あれ、ホームページを見ると3090という上位機種があるぞ。それはギャグ枠。ギャグ枠とか言うな。さすがに25万円は出せないです。これが完成形となります。配線もうちょい頑張ろうな。ういっす。スイッチオン。なんか変な音がするー。グラボのファンがケーブルに干渉してたみたいだな。配線きれいにしときます。お、動いた動いた。ということで動作確認ができたので、あとはベンチとか回してみますか。ちなみにバイオス画面はこんな感じ。なんか難しそうだが理解はしているのか。むやみに触ったらあかんということは理解している。理解してねえじゃねえか。Windows のライセンスは追加で購入しています。前のパソコンも残す必要があるしな。まずはディスク、こっちが前のパソコン。でこっちが今回の SSD の方、数値下がってね。ワンドライブが同期してるので影響してると思う。もっとしっかり計測しろよ。こっちが M.2、早すぎはロタ。もうちょっと頑張って5000超えてますって言いたかったのに。鬼か。並べるとこんな感じ。M.2 やばすぎないか？もっと新しいのだと7000いくらしいんだけど売り切れだった。上には上があるのか。次はゲーム性能を試します。使用するソフトは FF15 ベンチ。FF15 はゲームというよりベンチマークソフトとしての方が有名なのでは。この世には触れてはいけないことがあるんですよ。前のパソコンでフル HD だと4550でした。やや快適だからまあ普通って感じか。お次は新しいの。だいたい 1.5 万ですね。すごくね。実はフル HD だと差が出にくいらしいので、次は 4K でやってみます。ということで 4K で比較。めんどくさいので同時に行くよ。どっちが新しいのか当ててみてね。すでにスコアの差がやばいことになってるんだが、右下は必死に生きてる感がありますね。形容詞がひどい。左上はめっちゃスムーズですね。逆に右下はガクガクだな。進行速度にも差が出てます。処理落ちみたいになってるのか。ということで正解は左上が最新のでした。知ってた。まあ世代も価格帯も違うので当然なんだけどね。1060で比較すんの世界でお前だけだぞ。お次は CPU。 前のパソコンは 2700X です。2世代前のやつか。古いのはスコアが3742、新しいのは9372です。スコアが圧倒的すぎる。単純にコア数が倍になってる上、一つ一つも強くなってるからね。まさにコア数の暴力だな。動画のエンコードも倍ぐらい速くなったからね。これだけするものだからさぞ高いんでしょう。今回のお値段は、お、なんと、お、145万円です。ガチで高いな。人生で一番高い買い物になりました。後悔はしてないのか？我が生涯に一片の悔いなし。さいですか。アドバイスするならパーツにこだわりがないなら BTO パソコンの方が楽です。パソコンショップで組み立ててくれるやつか？パーツにこだわりある人でもつくも EX3 であれば組み立て代行もやってます。慣れない人がやると1日かかると思うので、自分の時給を考えてやるべきだな。あと、値段ですが Amazon で買っても店舗で買うのとそんなに変わらなかったです。OS だけめっちゃ高かったですけどね。
つくもはアドバイスもくれるからな。ということで今回はここまで。エンコードが倍速くなったんだから動画も倍出せるよな。はい。動画への評価、チャンネル登録をぜひお願いします。メンバーシップや他のチャンネル、Twitter もやってるのでぜひ。それでは、ご視聴ありがとうございました。お願いちょっと聞いてよー。